こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。新型コロナウイルス影響で、転売の去年の売上収入の納税ができません。納税支払いの猶予の方法を大公開します。トゥーテーマについてお伝えします。それでは、早速いきましょう。はい。コロナですね。新型コロナの影響で、納税ですね、できない方、その猶予の方法ですね、紹介させていただきます。はい。まずこちらですね。まずですね、税務署に行きまして、担当者に状況をね、話をしてください。その後ですね、去年よりもですね、なんと20%ですね。はい。こちら20%以上の売上が下がっていないとですね、なんと申請が通らないです。はい。で、その次ですね、この条件が通りましたら、納税猶予の申請書をもらえますので、それをぜひもらってください。はい。で、その後にですね、自分で記入するか、それともですね、税理士さんに依頼するようになります。はい。で、この期日なんです。なんとですね、2020年6月、6月ですね。はい。6月末までで出していただいたらですね、なんと猶予が通らないんですよ。ぜひね、納税したい方って多数いると思うんですけど、もうすぐにね、あと2ヶ月ぐらいですね、約。持って行っていただければ、4月の15日まで、猶予はできます。なので、延滞料取られないので、ぜひね、早く行っていただければいいかと思います。はい。チャンネル登録お願いします。お待ちします。あとですね、悩み質問等ありましたら、登録によろしくお願いします。今回の動画は以上となります。最後にご視聴いただきまして、ありがとうございました。